しょう。京都いたしましては、町外生徒の受け入れの核となる学生寮の整備をはじめ、高校魅力化の取り組みとも重なる各種支援策を準備したところでございます。学校側では、礼文島の地域資源、特色を生かしたカリクラム編成を行っていただきました。この結果、2019年に通学区域規則が改正され、2020年から推薦によって道外から礼文高校に生徒が入学することが可能となったところであります。校内生っていうのは保育所の頃からもう友達が変わらなかったので、新しいお友達ができたことと、新しく交友関係を広げることの難しさとかも知ることができて、とても勉強になりました。礼文島に3年前に来て思ったことは、全国から人が集まってくるっていうのがあって、方言の地域とか地域によって生活の違いとか、そういうのをたくさん知ることができて、礼文島に来てのびのびと生活することができて、すごいいいなって思いました。島内就職を選んだ理由としては、高校3年間過ごす中で、すごい島民の方々からの支援というか、そういう支えられてきたので、その分自分が今度は自分がその島内の皆さんを支えたいなと思って島内就職を選びました。実際に島に来て、自分の実家の周辺とはまた違った、異なった環境もそうですし、地域の方々の温かさを知って、高校卒業後は島で就職して消防という仕事 について、今までお世話になった地域の方々の命を守りたいと思ったのがきっかけです。町民のお世話になったから、その恩返しするっていう、これはすごいいい言葉だなって思いますし、学校とかって結構出るもそうだと思うんですけど、どうしても、同じような背景を持った人が地域で集まりますよね。でも社会に出たら、そういう場面のがむしろ少なかったりするんで、なんでこういう留学でいろんな地域の人たちが来てよかったんだって、みんな在校の皆さんがお話ししてて、それは本当にもう社会に出る前にそういった環境の中で、いや勉強になったし友達できたしよかったってみんなが言ってる姿なんで、いやこれはすごくいい授業が一期進んで2期目に入ってるんだなってすごく思いましたし、ありがとうございます。頑張ってください。